はいどうも、テラスボンバズです。ということでね、今日は、はい、この親戚の正月の集まりみたいなで、今日はですね、なんかまあリクエストとか、なんかツイッターの DM とかでも結構なんか来るんですけど、僕らの成長過程みたいな、うん、知りたいらしいんですよ。まあでも結構ためになるようなこと言わんといけるね、これ。これはちょっと真面目にやろう。結構むずいね。身長の伸ばし方講座みたいな、ちょっと、ね。ピラマンだ。お母さん。ということで今日は成長過程をね、それぞれなんか教えていきたいと思います。はい、じゃあね、まずは、身長176センチの上校から。はい、小6の時に158で、でかっ。え、でかっ。158で。でかいな。158で。まあまあでかいじゃん。でかいよ。学校で一番でかいぐらいちゃう。いや、そんなことない。で、中3で168で、で、高3で174で、で、今176。はい。じゃあ、わし、次、わしか。あ、言っとけ、達彦言っとけ、まあ、わしはの、あれやん、小中高と、まあ簡単に言うと、ずっとこう一列に並ぶと後ろから5番目、6番目ぐらいを生きてきたね。何その話。何センチよ。いや、もう小6、小6全然覚えてないよね、ぶっちゃけ、正直ね、結構ぶっちゃけ覚えてない、覚えてないよ。まあでも中学校の時は卒業の時点で170ぼちぼち170ぐらいやったのかな、うん、で高校で178かな。おお、じゃあ次高大。僕は中学校入った時が150ちょい1か2で、中学校の時が一番伸びて20センチぐらい伸びて170ちょいになって、高校で6センチ何センチ伸びて今180になったって感じで、でも俺父さんと同じ身長なんやけど、ほぼ父さんは逆になんか高校で20センチぐらい伸びたみたいな感じで、本当に人によって違うけん、それぞれ頑張ってくれっていう。いや、終わり、動画終わり、破綻したやん、終わりそうやん。やばい、校内の胸糸の振動がやばい。これやばい、頭おかしくなりそう。すごすごお前、すごい振動するやん。いや、全部多いですね。僕は181なんですけど、今小6の時っていうか中学校入学した瞬間に測ったのが、確か僕146ぐらいだったんですよ。結構小さかったんですけど、中2の夏休みにこれはね、僕もね、ピグしちゃったんですよ、ほんまに。これマジで中2夏休みに朝5時まで毎日ピグを本当にしちゃったんですよ、友達で。そうしたら夏休み明けで多分170ぐらいになって、中3の時は174で、そっから高校卒業、高3になった瞬間かの時は178で、大学入ってからちょっと伸びて181になりましたね。僕は183で、まあ、身長はずっと、まあ、クラスから後ろ2番目がずっとかなっていう感じで、小6までは多分12時以降に寝たことはないかなっていう感じで、中学も12時ちょいぐらいで毎回寝てて、めっちゃ健康なっていう夜更かししたけど、まあ高校まで大体100、高3で70で180ぐらいあったのか、181ぐらいあった気がして。なんか怒られる？なんか弁解しようみたいな。大丈夫やね。謝罪会見みたいな。何も悪いことしてない。泣きそうやもん、ちょっと。大丈夫やね。あれ183ぐらい、もう高3からでもあんま伸びてない感じ。あ、で高3の時からも183ぐらいあった。でかいの、それはだいぶ。なるほどね。面白い話やったでしょ。よかった、頑張った、いいよ。じゃあ最後ね、ジュン君。ジュンでも言っとるくね。そう、言った、前と同じこと言うだけ。じゃあ小学校小6ぐらい。その列で言うと真ん中よりちょい後ろぐらい。ああ、多分あんま覚えてないか。中学校3年生まではずっと真ん中ぐらいね、でピグして一番後ろだったっていう。簡単な話です。声変わりの時期とか覚えてる？中3やんな。声変わり、全く覚えてないんやね。なんか牛乳タイロット歌が歌えんかった瞬間がある。中2ぐらいや、多分。まあでも俺も中2やな、多分その成長期の時やんな、多分普通声変わりって。まあ中学生じゃん。なんか一部と全部が歌えよったけど急に歌えんだったわ。
経験言うたらあのなんかブザービートのやったっけ、あの時期ぐらい分かりやすい、うん、あの時期に声変わった、ヤマピーがテレビ出よる時に声が変わった北川景子とね、そうそう、よかった、アイビサキやろ、え北川、あ、両方両方いや、メインは北川景子、間違いない、マジか、すいません、これ需要ないとかいうコメントくれるよ絶対ね。いや需要ないと思っとる俺らって。需要ないとかいうコメントするやつマジで何なんだ。一応需要需要まあでもねコメントとか来とるからね。知らんしマジで。一応需要には答えとるけどまあお前の需要には当てはまらんかったっていうね話なんで。まあそれは別にいいじゃないですか。じゃあねバイバイ、はーい。大丈夫なの？いやろ。これなんなん？いやもうこっち来てよ。